スターリースカイ in スプリング。あ、流れ星。もう行っちゃった。お願い事しようと思ったのに。流れ星が消える前に、心の中でお願い事を3回唱えると、願いが叶うんだ。大丈夫。きっとまた見られるよ。牛飼い座のアークトゥルス。獅子座のデネボラ。その下にある星は、乙女座のスピカ。その三つの星を線で繋ぐと、三角形ができるだろう？あの三角形を、春の大三角形って言うんだ。どうした？アークトゥルス。あれは北斗七星だ。俺のお気に入りの星なんだぜ。寂しそう？でも、そうしたら四角形になっちゃうぞ。それを言うなら、正方形じゃない？いや、形的には平行四辺形だよ。どっちでもいいだろう。大丈夫。北斗七星は一人ぼっちじゃない。アークトゥルスとスピカを繋ぐと、曲線ができるだろう。その線をさらに上に引くと、ほら、北斗七星に繋がる。あの曲線を春の大曲線って呼ぶんだ。は、流れ星。今度はお願い事。おはよう。お前も遅刻組か？珍しいな。うん、お前鈴谷に似てきたぞ。朝っぱらから説教はごめんだぜ。ボサッと突っ立ってると遅刻すっぞ。お先。ラッキー、ギリギリセーフ。担任まだ来てないみたいだな。ふう、間に合った間に合った。ギリギリどころか完全にアウトだよ。予定はとっくになり終わってる。おはよう。彼方はともかく、お前まで遅刻なんて珍しいな。どうせ夜更かしでも。不思議な夢？寝起きに夢の話すんなって。また眠くなってきた。おい、彼方、立ったまま寝るなって。
ほら、席に座れよ。担任はまだ来てない。それに、今日の日直は俺だよ。出席つけといた。ついでにカナタも。でも、今日だけだぞ。ついでってなんだよ。タグ、スズヤはこいつに甘いんだよ。転校生が来るらしくて、迎えに行ったみたいだよ。こんな時期にか。期末試験が終わった頃に転校してくるなんて、ラッキーなやつ。うん、確かに。終業式も目前だし、何か理由でもあるんだろうか。ホームルーム始めるぞ。みんな席につけ。女みてえな顔だな。カナタ、そんな大声で言うなって失礼だろ。でもスズヤもそう思っただろ。まあ確かに中性的な顔をしてるとは思うけど。静かにしろ、ナナミ、トウズキ。やっべ、カナタのせいで俺まで怒られちゃったよ。おい、何転校生をじっと見てんだよ。まさか見とれてんのか。彼、知り合いなの。お前ら喜べ、転校生が来たぞ。こう見えて男だ。ああ、俺も軽く受かったに。フランスから転校してきたそうだ。みんな仲良くしてやれよ。アンシャンテ、トモエヨです。どうぞよろしく。よろしくって言う割には愛想ねえな。めちゃくちゃ無表情だし。きっと緊張してるんだよ。トモエの席は彼女の隣だ。いろいろ教えてやってくれ。初めてじゃない。僕は君を知っている。君も僕を知っている。ずっと。僕のことは羊でいいよ。君はずっとそう呼んでいた。懐かしい響きだろ。その名で呼ばれるのは久しぶりだから嬉しい。こうして君にまた出会えるなんて、まるで夢を見てるみたいだ。授業を始めるぞ。教科書開け。ふう、午前の授業も終わったし、学食にご飯でも食べに行こうか。カナタも付き合うよな。お、どうした？あの転校生、気に食わねえ。ずーっとこいつを見てやがる。あ、今度は俺を見た。あれはどう考えても俺を睨みつけてるよな。上等じゃねえか。そっちがその気ならかっちむわ。